皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室集客の重要ツール、ホームページ集客の5つの成功法則と集客ツール解説ということについてお伝えしてみたいと思います。久しぶりにまたホームページのお話をさせていただくんですけれども、ホームページの重要性っていうのは、私の中ではですね、まずそれがありきで他の集客ツールを使うという形で動線設計を組むことを推奨するコンサルタントですので、私はホームページの更新とかホームページを育てていくことっていうのをとても大事にしています。で、なぜ大事にしているかっていうと、基本的にはやはり労力をかけずに集客をしたい思いがあるからです。教室の先生っていうのは普段の日常の、生徒様を接客する、教えていくっていう、そちらの方に時間を割いてほしいので、出だしの頃はいざ知らずですね、数年経ってきている先生に関してはその積み上げた財産がきちんとあるような形で構築できているとすれば、集客デマが毎年毎年下がっていくっていうのが本来正常な運営だと考えているんですね。で、毎年毎年楽にならないどころか毎年大変になる、もしくは大変さが全然変わらない、その大変さを維持しないと集客量が落ちるという運営をしている方は、やはり一度ですね、その内容っていうのを見直してほしいなというふうに考えています。ですので、今日のテーマはその要ですね、ホームページをどういうふうに構築していくか、ホームページの要素として何が必要なのか、このあたりをですね中心に今日はお話をしていきたいと思います。まずですね、ホームページでの集客、私が、先ほど毎年楽になっていくのが通常だっていうふうに言っているのはなぜかというと、ホームページっていうのはできたら終わりではなくて、できてから育てていくものなんですよね。この概念を勘違いしている先生が結構多いです。で、できたら終わりだと当然手をかけないしほっぽらかしになっちゃいますよね。で、そのホームページっていうのは育てていないので、当然集客できる、しかも自動集客ですね、それができるようには作られていかないです。なのでホームページはできた後からが勝負というか、むしろそこからがスタートっていうふうにまず思っていただきたいんですね。で、そのためにはまずそのホームページ自体がですね、集客できるホームページに仕上がってないとダメなんですよね。一つ目のポイントとして、で、ホームページが集客できるホームページに仕上がってないっていうのは、なぜそういう話になるかっていうと、業者さんに頼んだから私は大丈夫っていう人は要チェックです。業者さんは確かにホームページを制作する能力はあると思います、あると思うんですが、それはあなたが指示した範疇で基本作られていく。だから、あなた自身が自分のサービスを理解していなかったり、自分のお客様を理解していない場合には、その少ない情報を伝える形になって、その伝えたものをただ形にしてくれるっていうのが通常のホームページ制作会社さんのやることです。で、そこにさらに、例えば私はコンサル業なので、私のような例えば人間がついているとすると、いや、それはそのお客様だと今のトレンドに合わないとか、あなたのやりたい教室の方向性と呼びたい人がマッチングしていないとか、文章の内容だったりとか、キャッチコピー、コンセプトも含めてなんですけれども、チェックしてコメントを出すことはできるんですね、コンサルタント的なものは。で、その内容も含めた状態でホームページを作ってくれるっていう制作業者さんはあります。ありますけれども、当然言われたものを作っていく業者さんよりは高くなっていきます。そのスキルが入ってきてるっていうのが一つ理由と、もう一つは単純に言われたものを作る方が時間が早く簡単に終わるから、こちらが意見をすると考えてもらって、またそれを反映させてっていうことで、やり取りが時間が非常にかかってしまいますよね。そういうことはお金が一緒だったらやらない方がいいわけですよね。ということは当然倍近くになっていく可能性が高いということです。通常のホームページ制作が、30万円というところには少ないんですけれども、仮に30万円だったとします。
で、仮に30万円だった時に、それが、コンサルタント的な要員が入ってきた時には50万とか60万とかになるのが普通です。なぜならばアドバイスをして、それがまた回答が返ってくるのを待って、そしてそれをまた表現してっていう倍ぐらいやっぱり時間がかかるので、高いのが通常です。ですから単に頼んでしまっただけっていうホームページは集客できない可能性もとても高いです。なので、まずホームページが集客できる状態を作れているかどうかっていうのがまず一つで、そのチェックポイントはこれから申し上げます。で、その、作られたホームページにアクセスを集める、要は集客をしていく、で、そのツールは何がいいのかっていう、まあそういったお話になっていくので、まあ、前半と後半にお話は分かれます。で、ホームページが、まあ、集客できないホームページができてしまう要因っていうのは、まあ、その先生の、スキル不足っていうのももちろんあるんですけれども、まあ、このポイントはやっぱり外してほしくないっていうポイントがあるので、その5つのポイントを、まずお伝えしたいと思います。で、まず1つ目がですね、ホームページのゴールを決めるということです。で、ゴールっていうのはどういうゴールなのかっていうと、例えば教室の場合だと多分そのまま申し込みを欲しいっていうのがゴールである可能性が高いのですが、例えば少し高額になってくる講座、例えば20万とか30万の講座はいきなりそれで申し込みっていうのが少々難しかったりするんですね。そうすると、例えば自分の人柄とか講座の内容をもっとよく知ってもらうために、まずはメルマガ登録とか、少し信頼関係を築く時間が必要になったりとか、プレレッスン的なものを動画で無料で配信してとかっていうことで理解をしてもらうとか、そういうことをしないと決まっていかないケースとかが多かったりするんですね。ですから、まずそのホームページ一発で申し込みをもらいたいのか、そういうメルマガとかに誘導するのか、あとはその資料請求っていうのは高額の家とかですね、リフォームとかもそういうのだったらあるのかもしれないんですけれども、まあ通常は、そういった別場所に誘導するのか、そのまま申し込みをもらうのかっていうことによって、書いていく内容とか文章の作り方、あとはその流し方ですね、その上から順々にこう読んでいくときに、ああそうしようって思うきっかけを作る流し方とかも変わってくるので、やはりゴールが決まってないとぼんやりするので、集客しづらい、制約しづらいホームページになるっていうのがまず1点目です。2点目は、お客様の像、まあ、ペルソナって言われるんですけど、ペルソナがしっかり設定されてないと決まりにくいです。ということは、ペルソナをしっかり決めた状態でのページが作られてるかっていうのが次のポイントで必要になってきます。で、そのペルソナっていうのは自分がもちろん来てほしいお客様なんですけれども、かなり像を明確にしないとですね、文章全体にぼんやりしてくるんですよね。読んでて添削をしてて思うんですけれども、ぼんやりするとどういうことになるかっていうと、読んだ人が自分事として捉えてくれないので、結果申し込みをするためのボタンを押してくれないということになります。ということは、こちらがどれだけその人の像をしっかりはっきり描いているのか、悩みとか欲しいもの、欲求とかを把握した状態でその文章を書いているかどうかっていうのがやはりポイントになってくるので、そちらが書かれていないようなページだと、教室の先生によくありがちなのは、やはりデパート型の、ページって私は言ってるんですが、メニューがいっぱいあって、若い方から年齢上のお年を召した方まで、全て初心者でも何でも対応みたいに書かれているようなタイプのページほど集客しづらい形になってます。今は教室が増えてしまったので、デパート型よりも専門店型の方が好まれる時代になってるので、私が行きたかった教室だっていうのをピンポイントで分かるように書いていく必要があって、それは誰を呼びたいのかっていうのを先生がしっかり決めていないと、ホームページに、そこが表現され、ないということになってしまうので、こちらはしっかり決めていく必要があります。で、3つ目ですね、見た目が良いだけのデザインになっていないこと、しっかりと、
そうですね、ユーザーが読んで分かりやすいようなデザインになっていることっていう、これが重要ポイントになっています。でよく業者さんに作ってもらうと本当綺麗なホームページ出来上がるんですよ。だけど全然集客できませんっていうことでご相談に来られる方がかなり多いんですね、教室の先生は特に。でそれはさっき言った理由です。ご自身がどんな人にどういうサービスをっていうのをしっかり詰めていない状態で業者さんに頼んでしまうと、それ以上の情報は引き出さないので、業者さんは早く終わった方がいいからです、納品が。ということは綺麗なだけのページができてしまう可能性も高いです。全ての業者さんがそうだとは言いません。ちゃんと真摯にこう問い合わせしてくれたりとか、これはどうでしょうっていうのを言ってくれたりする方もいらっしゃるんですけれども、業界の特性とか自分の教室のお客様の層っていうのは先生しかわからないことなので、業者さんにはそれを伝えて表現してもらうことはできても、伝えなければ表現してもらえないんですよね。ですからそれがあった上で適切な表現、適切なビジュアル、適切な場所にボタンがあるっていう、適切な場所にデザイン、写真が入ってくるっていう、それが大切になってくるので、そちらの方ができていない場合においてはやはり集客しづらいっていうことになるので、これはもう本当によくある話なんですけれども、そのご本人が熱い思いをベースに、多少デザインが汚くてもですね、そのお客様に響くような言葉で、作っていたホームページを業者さんにきれいに直してもらうために依頼をして、だいぶこう気持ちとかを一般化した言葉に変えられてしまったりとか、きれいめの写真に入れ替えられてしまったことがきっかけで、集客がガタッと落ちたっていう話も聞いたことがありますので、そのデザインよりもやはり思いがきちんと伝わることの方がイニシアチブがあるっていうのはこのお話からでも分かることです。ただ当然ですが、その思いがあった上でそれをきれいに表現できてれば、あまりデザインが良くないページよりは当然アクセスが集まったりとか制約率が高まるのは当然の話になるので、どの領域で今が自分がいてどこに行っていくのかっていうことですね、この点を理解しながら、作っていく必要があります。で4つ目ですね、ホームページを育てるということです。ホームページを育てるっていうのはどういうことかっていうと、更新をし続けるっていうことなんですね。特に私がおすすめしているのはワードプレスのレスポンシブデザインって言って、スマホとかタブレットとか、パソコンで見た時にその内容が、一番最適化されて見やすいようにレイアウトが変わるっていうレスポンシブデザインっていうものが一番おすすめなんですけれども、そちらの特にワードプレスの特徴は、ブログ型、ホームページ構築システムっていうような形になっていて、どん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 記事を更新していくことができるんですね。だからホームページの中に自分のブログを抱えていくことによって、そのブログの中に入っているキーワードに反応する方とか、その読みたい記事がたくさんそこにあると何回でも人が来たりとかしますし、その Google とか Yahoo からのコンピューターからのですね、SEO 対策って言われる部分なんですけれども、人に役に立つ情報いっぱい書いてるページですよねって言って上位に上げてくれるんですよね。で上位に上げてくれると当然ですけど人目につく確率が高くなるので、やはり目指すべきはある特定のキーワードでページ1ページ以内、1ページ目っていうのをやはり目指していただきたいところにはなってくるんですよね。ですから1ページ目に載るためにはその内容が充実していて人のために役立つことがたくさん書いてあるっていうのがどのみち必要になってくるので、それをページの中に入れていく必要があります。ですから更新しないとホームページっていうのはどんどんアクセス下がっていきますし、検索順位っていうか表示順位もどんどん下がっていくので、放置もう安心して作ったもう安心したっていうことで終わってしまっている方は結局集客ができないということになるので、育て続ける、更新し続けるっていうことが大事になるということですね。で、5つ目です。5つ目は、そのページの中のコンセプト特徴がはっきり書かれているかどうかっていう点ですね。
この特徴が書かれていないと、そのお客様がパッと見た時に、あ、ここ私に関係あるとか、ここに行こうっていうことを決めてもらわないといけないんですよ。なので、特に1ページ目の上の方にあるトップページバナーとか、メインキービジュアルとか、まあ、いろんな言い方あるんですけど、その1ページ目の画像がめちゃめちゃ大事で、それによってその下を読むかどうかっていうのが決まっていくので、ここの画像はめちゃめちゃ力を入れる必要がある画像になります。なので、文字だけがトップページにドンって入ってるっていうのは今流行りではないので、目を引く、あ、ここはちょっと面白そうとか行ってみたいよって思われるような、そのキーになる1枚はドンっていうのがどうしても一番上に配置されている必要があります。ですので、まずその5つのポイントがあるので、まずそちらをきちんと整えて、でそれができた後はアクセス解析といって、Google Analytics という無料で使えるシステムがありますから、そちらの方を登録をした状態で、どういうキーワードで人が来てるのかとか、どういう端末を見て人が来てるのかとか、その流入経路とか、あと数ですね、どういう記事を書いたら人って更新、あと人は見に来てくれるのかとか、そういったものを全部チェックしていけるツールもありますので、その解析ツールも見つつ、人気の記事に似たようなものを増やしていくとか、必ずその計測をしていくっていうことも同時にやっていくといいと思います。で、これで仮にいいホームページができたとしたら、次は集客ツールの方ですね。集客ツール、要はホームページにアクセス、見てもらうことを集めていく方法がいろいろあります。基本的にはですね、まあ、有料と無料とかあるんですけれども、有料っていうのは主に広告になっていて、広告は例えばリスティング広告といわれる、PPC 広告といわれるものとか、 Google、Yahoo のものがあったりとか、あと SNS の広告ですね、 Facebook、Instagram、Twitter も広告あるのかな、 YouTube とか、そういったこう SNS 絡みに付属している、広告があります。あとはその自社のサービスが物販に似てるようなものとかがあれば、アフィリエイトって言って、それを紹介してくれる人に商品が売れたら何パーセントか返すとか、まあ、そういったものとかですね、まあ、どのみちお金がかかるものですね。これが有料の部類になるんですが、教室の先生が普通に扱うには若干ハードルが高い内容です。特にPPC 広告と言われるものは、画面、私もまあ何回か設定したことあるんですけど、よく画面変わるんですよ。画面が変わるし、文章を何文字以内とかでキャッチーな文章を作って上げていかないと反応もされないし、変に反応されてクリックばっかりされると決まらない人ばっかりが見に来ることになってしまったりとかっていうことで、それを日々、まあ、日々じゃなくても3日に一遍とか、割とスパンを短く、お金をどんどん投下しながらですね、効果測定を半年から1年やらないと広告として回らないんですよね。だから大体予算3万円、月3万円ぐらい欲しいので、多分教室の先生はそこの広告まで手を出すっていうのがあまり現実的ではないので、儲かってきたら絶対出した方が加速がつくからいいんですけれども、もちろん3,000とか5,000からでもできるんですけど、効果測定がものすごく時間かかるので、やっぱり3万円ぐらい入れながら運営しないとダメかなっていう気がします。じゃあ私は3万円入れてやったのかって言ったら、試すのにちょっとやったことはありますけれども、私の場合には SNS の方の媒体がものすごくいっぱい持っていたので、無料で基本ほとんど集めることができていたので、広告はほとんど使ったことがないっていうのが私の回答です。だから広告を使わなくても、年商800くらいまではいけるかな。それぐらいまではいけるかなって、それ以上になってくると、やっぱちょっと広告使いながらじゃないと厳しいかなっていう気はするんですけれども、 SNS でも十分に集客はしていきます。で、せっかくホームページを作ったので、ホームページに集客機能をつけていった方がいいので、いわゆる SEO と言われるものですね、ホームページの集客能動は、サーチエンジンオプティマイゼーションという
そのキーワードベースでホームページないしは自分のサービスを探してもらうっていうことですね。キーワードっていうのが自分のサービスに関連する大事な言葉になるんですけれども、パン教室の時には、天然工房パン教室横浜、大抵教室の場合には業種業態教室名と、教室の、業種業態ですね。私の場合はパン教室っていうのになりますし、お菓子だったらお菓子教室とかになるんですけれども、そちらとあと地名、これが大体もう基本の王道になります。でその他にも細かいキーワードたくさんあるんで、メインキーワードと、ミドルキーワードともうちょっと大きいキーワードっていうので、これを拾った上でページを作っていくっていう、割とシステマチックにやらなくちゃいけないことなんですけど、これをしっかりやっておくと必要な人が探して必要に合わせて飛んできてくれるので、ここはめちゃくちゃ王道で、ブログでほとんどそれを補完していきます。で昨今だともう一つ MEO と呼ばれるマップエンジンオプティマイゼーションっていう、Google マイビジネスと言われるもので、地図と一緒に載ってて、家のね、挙所を表して大丈夫な方は、そちらをやった方が絶対に、上に上がります。地図の方が大概上ですから、何かを教室探した時に、地図付きで出しているところは、オーガニックと言われる、検索で普通に探されるエリアよりも上に地図が出ますので、そちらが優先して Google は見せてくるっていうことなんで、昨今は MEO っていうものを対策でしっかりやられていった方がいいと思います。であと SNS 絡みですね。 Facebook、Facebook だいぶ廃れてきているというふうに言われていてもですね、拡散力はまだそれなりにありますし、あとは教室の方だと Facebook ページと呼ばれる方のオフィシャルなページですね。こちらの方でファン作りとか、まだ使えるツールの部分は結構ありますし、つながりで、人つながりでどんどん拡散していくので、書いたブログを Facebook で広げていくとか、ホームページを紹介するのに Facebook を使うとか、そういった使い方っていうのは一ついいかなというふうに思います。あと広告の中でもですね、さっき広告高いからちょっとハードル高いよってお話をしたんですが、 Facebook 広告だけは教室の先生でも使ってもいいかなっていうふうに思っているんです。理由は2つあって、1つは、広告を出したい人の属性をこちらで指定することができる。例えば東京と大阪と名古屋に住んでいる50代以上の料理好きの女性とかっていう、ちょっと属性をね、絞って出すことができて、1日100、100、ん ?110 円、10%、消費税があれなんで、あれなんで、前は100円からできてたんですけど、105円だったかな。なんか、ちょっと値段は変わったんですけど、それから広告出すことできるんですよ。だから、ちょっとお試し的に拡散して見せていくっていうのに使うのに、Facebook 広告っていうのは、先生でも割とやりやすいかなっていうふうには思っています。で、あと YouTube ですね。これは今後、特に、注目される、SNS ですね。子供というか若い人とかもほとんど検索とかも YouTube の中でするっていう声を聞いてますし、何歳の方を狙っていくのかっていうのはあれなんですけれども、お料理とかも何どういうふうにやり方とか、ハウツーとか大概 YouTube で皆さん探すっていう方が多いですし、私自身も YouTube で探す場合も多いです。でこういったチュートリアルの動画ですね、ノウハウを伝える動画とかも無料で普通にたくさん転がってますので、そういった意味でも YouTube は注目される内容になってます。で、Instagram ですね。これは若い人を中心に広まったツールではあるんですけど、綺麗な写真とかを持っていたりとか、その綺麗なお菓子とかお料理の写真をあげることで集客をしたい方っていうのは、Instagram も向いています。ただ、割とですね、薄いというか、これから信頼構築を頑張って作っていかなきゃいけないよねっていうタイプの人が来やすいのがインスタグラムなので、即申し込みがあるっていうほど強力なツールではありません。で、あとはですね、ちょっと種類は違うんですけど、LINE 公式アカウントとメールマガジン、ステップメールですね。
このあたりとホームページっていうのは連携連動させると、例えばこんなイベントをやりますとかっていうのをすでにファンになってる人を抱え込んでいるわけなので、どちらのツールもこちらから接近戦でお声掛けをすることができるという非常に強力なツールになります。よくできたホームページがそこにあったりとか、よくできたサービス紹介ページがそこにあると、そちらをベースに見た方が、やってくるっていう風に作ることができるので、まず第一前提で見たら行きたくなるようなホームページ、見たら登録したくなるようなホームページ、アクションを起こしたくなるようなページができてる前提で SNS とか周りのツールを使っていくって、この順序を間違えてる方も結構いらっしゃるので、こちらの順序はとても大事な内容になります。で、それに加えて、あとはそのご自身の業界特性と自分が呼びたい方たちは一番何を見てるのかっていうのを把握してほしいんですよね。今ウェブで私すごくお話をしましたが、ある特定の地域ではチラシとか看板とか、アナログな集客の方がうまくいくケースとかもまだあります。で、その呼びたい方がほとんどネットを見ない高年齢の方とかだったりすると、その人を呼ぶのをやめるのか、そうじゃない集客方法で集客するのかっていうのも合わせて考えていかなくてはいけないので、それを全て総合した状態でやっていくっていうことが必要になります。で、本日のまとめです。教室集客の重要ツール、ホームページ集客の5つの成功法則ということは、そのホームページの、目的であったりとかですね、その日々、更新していくこととか、やらなくてはいけないこととかがいくつかありますので、そちらをきちんと守ってやっていくということと、あとそれに合わせた集客ツールを準備しながら、ページを見せていくということが必要になります。で、かつ、どのツールを使うかっていうのは、その業界特性、お客様の特性、地域性とか、いろいろとそういったものを加味した状態で、どこから一番最優先で取り組んでいくのかっていうのを決めていく、検討していくということになりますので、まずはホームページをきちんと作る、こちらから取り組んでみていただければというふうに思います。それでは。